山田養蜂場は蜂蜜やロイヤルゼリーなどのミツバチ産品をはじめとした天然素材の健康食品や化粧品、自然食品の開発、製造、販売を行っている企業です。養蜂生産から出荷まで一連の仕事を当社が責任を持って行っています。自然と人間社会との調和に貢献すべく企業活動を続けています。自社 EC サイトをはじめとする様々な EC モールで商品を販売しております。チャンネル別の構成費としては電話が6割、インターネットが3割、はがきファックスが1割の現状ですが、今後はさらにもっとインターネットチャンネルの強化に力を入れていきたいというふうに考えています。繁忙期になりますとやはり荷物が増えますので、仕分け、配送会社の判別、これを行うメンバーに負荷がかかってミスにもつながる状況でした。それでは以前の荷物の流れをご説明いたします。一直線のコンベアに流されます。従業員は荷物に貼られている送り状の配送会社、当面仕分けコード、これを目で確認して判別して仕分けを行っておりました。以前の運用ですと本当にコンベアの横に人がもう4名も5名も張り付いてゆとりもなかったですね。出荷業務における荷物の仕分け業務、引き渡し業務、こちらの業務効率化、省人化を目的として導入しました。はい、それでは商品の流れをご説明させていただきます。螺旋状のスパイラルコンベアで上のフロアからこの1階のフロアへ流れてくるような形になります。出口から出てきた荷物についてはこちらのスマートキュービングで3辺の計測、箱のサイズ、重量を計測をいたします。計測した後はこちらのコンベアに流れていきまして、6方面の仕分け、配送会社様別、方面別ですね、の6仕分け、こちらを行うような形になっております。で、流れてきた、お荷物についてはメンバーが荷物カゴに配置していく形になります。今回スマートキュービングと仕分け相関を導入することで、配送会社の判別、方面別の一時仕分けができる、その負荷が軽減されてミスの削減にもつながっております。業務軽減、業務効率化ができてますので、複数の業務それを同時進行でできるようになったという声が上がってきています。圧倒的に業務の効率化にはつながっていると思います。配送会社にお荷物のサイズデータを提供しているんですけども、これまではおそらくこのサイズっていうのを確定して配送会社にデータ連携をしておりました。ただ今回スマートキュービングで箱の実サイズを計測することで、ここの精度を高めて配送会社の抜き取り権利、ここの業務軽減っていうところにもつなげていきたいと、適正運賃の支払いにも精度の高さにもつながっていくというふうに考えています。単純にお客様の商品をご指示通り、ご要望通りに梱包すればいいっていうレベルではなくて、これお客様がせっかく買った商品お手元に届いた時、そのワクワクした気持ちのまま箱を開けた時、あ、やっと買ったものが届いたんだっていう、購入した時の高揚感、そのまま開けた時のこう満足感動が得られるような出荷業務、梱包業務に努めていきたいというふうに思っています。